えそっかじくのくぶです。今回の AI アートは、騎士とかね、えー、そういった類ですか、ファンタジーの世界の冒険者、ロールプレイングゲームみたいな感じですけども、えー、ナイト、騎士ということで、ちょっとテーマ付けてみました。えー、見るからに、戦闘力高そうな戦士の姿が浮かんでいます。えー、手にね、プロテクターをつけて、鎧もビシッとして、肉体の一部も見えるところがありますよね。このぐらい重い鎧をつけてると、 体力もかなり必要だと思いますけどもこれから旅に出るところなんでしょうかそれとも王様を守るための護衛につくところでしょうかねはい、えっと、別の形の形鎧を着ていますなんか体格がかなり先ほどに比べて良さそうだなってところもありますけどものマスクのところにね、えー、ちょっと見るところがちゃんと空いていてそれでいて後ろの背景ちょっと見ると躍動感が現れていてこれもちょっと力強さと動きを感じるなってところですね はいえー、とどっかの街を歩いてるとこでしょうかだいたいこういうナイトっていうのは、うん、集団でいることが多くて一人でこう行動するっていうのはあんまりないと思いますけども今ねその右手に刀みたいなのを持ってますよねだからもしかしたら一騎打ちの最中なのかもしれませんあこれは「ファイアバード」ですね火の鳥が宇宙空間に飛んでる様子を描いてもらいました、うん、やっっぱりこういったファンタジーの世界 ナイトやキングクイーンっていうところには伝説のねファイヤーバードがあのブルーウォーターあの賢者の石を首に下げている図がよく描かれるんじゃないかなと思います。不と言いましてね自分の生命が行き着いた時には自らの炎で自らを焼いてその焼いた灰の中からまた新しい生命を誕生させるということ輪廻転生をずっと繰り返していく火の鳥。 まあその火の鳥の血を飲むと不老不死になると言われてますけども火、まあの鳥をね捕まえたい人がまだいないっていう伝説の鳥になってます、まあ、詳しくは火の鳥手塚治虫さんをご覧くださいはい別の角度での火の鳥ですねこれも宇宙空間に大きく飛んでいる形が書かれております火の鳥っていうのは物質化する時もありますけども物質を消して存在に転化することもあるんですよね えそういうことによって、時間とか空間とか時代を超えて、さまざまなところに現れるということになります。大きさも小さくなったり、大きくなったり、極大化したり、極小化したりと。まあ火の鳥そのものが宇宙だとも言いますし、宇宙がそのまま火の鳥だというふうな解釈もできますね。はい、これはまた別の角度の戦士の像ですけども、抜いた剣を鞘に収めているところのように見えますね。 これから剣を抜くところではなくても戦闘が終わって、えー、相手を打ち倒した後に、えー、その血しぶきが下の方にちょっとね、えー、流れてますけどもこちらを振り払ってそして鞘に収めるところかなと一つの鞘に二つの剣が刺さるようなタイプになってますそしてこの剣は日本刀みたいに段ラではなくてどちらかというとなんかね先端の尖ったフェンシングの剣のようになってますね はい、こちら、ソードです。えー、ソードの、なぜか、刃の方を持っているように見えますけども、それにしても、鎧が本当に重そうで、マントも後ろにありますけども、マントもね、あの、防弾効果あるんでしょうね、きっとね。皆さん、騎士の世界、どんなもんだと思いますよくホテルに行ったらね、あの、騎士の甲冑が飾ったりとかしますけども、すごいですよね、なんかね。はい、あ、マスクを取って、初めて、 顔が出てきましたその手にはブーメランのようなものを持ってるんでしょうかそれとも水を飲む水筒のようなもんでしょうかね顎の尖ったなかなかの好青年ということが分かります筋肉ムキムキなのはそうなんでしょうけどもまあ顔はねなんかダンディーですごくシャープなところを感じさせますね若者という感じですはいじゃあ最後の1枚なんですけどもこれはあ何でしょうね不思議な街を歩く 女性のようにも見えます。まあきっと平和の街を歩いている人なんでしょうけども、こういった街並みも先ほどのようなファイアバードの意思とか、それから街を守る騎士のようなね、人に守られているのかなと想像しながら、今回は終わっていこうかと思います。どうもありがとうございました。